質問コーナー、はい、質問コーナーをやりますということで、 Twitter と YouTube のコミュニティで質問を募集したところ、400件か500件くらいね、質問来ました。ありがとう。というわけで、もう早速回答編に行くわけですけど、まあ、昼酒ということでね、こちらコロナエクストラメキシコのビール飲んでいこうと思います。乾杯。さあ、早速質問コーナー回答編やっていこうと思うんですけども、最初にですね、当然ですね、かぶりの質問っていっぱい来るわけですよ。過去に質問箱とか、あの例えば生放送とかでね、こうさっと答えたような質問っていうのがいっぱいあるわけですよ。みんながこういっぱい聞いてくるような同じようなやつっていうのをですね、今もう画面にボーンって出てると思うんですけど、簡単にまとめました。なんか一時停止かなんかして、見てください。だいたいね、これで半分ぐらいの質問を消化したところでですね、次ですね、一問一答でもうポンポンポンってあの TNP よくね、あの答えていこうかなと思います。チンチン何色ですか？レインボー。僕のこと好き？大好き。ダルカワさんについて、ゴミ、カス、マヌケ、アホ、クソ、ボケ、コロナへの思い。どの家電が一番美味しいですか？電子レンジ。今ユニゾンスクエアガーデンさんにハマっているので、おすすめの曲を教えてください。ミックスジュースの言う通り。今までいくらくらい太鼓につぎ込みましたか？いいよこいよゆくゆく野獣園ですね。山本なでしこも好きなわけ。おカーネーションだ。次間違えたらゆゆうた様に一言。政治のハテナを半角にするやつにはどのような仕打ちが待っていますか？ポルノハブ派ですか、それとも X ビデオ派ですか？ガチ両党。今日のじゃんけんは何をとしますか？好きな女性のタイプ。ドラゴンタイプ。はい、ここまでね、TNP よくね、質問返していったんですけど、ここからね、ちょっと、いい感じの質問をこう取り上げてね、いい感じに答えていけたらなと思います。ガチ語彙力。動画を作る際心がけていることとかこだわっているところは何ですか？まあそうですね、まあ気分、まずね、やっぱ気分、動画撮りたい気分か撮りたくない気分か、まずもう気分っていうのと、まあ、編集ですよね。あの編集って絶対その人の性格だったりその味みたいなのが出るんで、はっきり言ってですね、僕はそのそここだわるみたいな、そここだわらんでええやんみたいなところはもう死ぬほどこだわりたいんですよ。もうその5秒ぐらいに1時間かけてもいいっていう人なんですよ。逆にその後の2分ぐらいがもうなんか適当みたいな、何も編集ないみたいな、それでもここの5秒を見てほしいから、そこに命をかけるっていう編集をよくします。本当にくだらない編集とかボケーってしながら思いついて、これだーみたいなのがやっぱりだからね、編集僕遅いんですよね。なんかまだそれでもね、やっぱちゃんと自分がすごくこだわったところをこのあのこれあるじゃないですか、あのコメントでこう 0.0 何秒こう面白いみたいな、そういうのあるとねニコニコそれが動画をこうね作っていくモチベーションにもつながりますね。うん。今まで飲んだ中で一番うまかった日本酒、岐阜の日本酒の道盛りっていうのがあるんですけど、ちょっとバイト先のね、もう還暦迎えられた社員さんからね、ちょっと年末ねバイト頑張ってたからね、ちょっと僕からプレゼントだよって言ってもらったんですけど、僕は日本酒好きって知ってるからね、もうスッて飲める、もう水やんって思って、あしっかりやとから日本酒来るやん、誰でも飲めると思います。あれなんか5杯とかにも飲ましたけど、なんか飲みやすみたいな、これやばい絶対弱いからもうダメみたいな。タイガさん岐阜一緒に行って飲もうよ。復活黄緑金銃弾とブルー超人の最後の一打で落ちた時の心境を聞きたい。まあさすがにね爆笑。まあ自分で言うのもあれですけどね、僕愉快な人間なので面白いじゃん、やっぱ最後の一打で落ちるとかさ、もう絵に描いたような、もうやっぱ YouTuber の素質あるべ。だってそこで悲しもうが楽しもうが、その受かってない事実は変わらないんですよ。じゃあ楽しんだ方がいいでしょっていう、そう思えるっていうことがね、まあ、難しいのかもしれないですけど、まあ面白いじゃんと思います。そんな感じです。周りと比べて自分の成長が遅すぎてモチベがなくなってきた時の立ち直り方知りたいです。この質問ね、まあまあいい質問だなと思うんですけど、別にもうそれはもうその人のがすごいんですよ。おすごいね、だって成長スピードなんてね人それぞれだから、
まあ、なんか自分のペースで楽しもうっていうのはやっぱね、まあでもね、その中学生高校生の時とかは思いますね。僕もちょっとぶっちゃけると高校かな、マーキっていう熊本なんだが、まあ、今ちょっとね、もう熊本から旅立っちゃったんだけどね、いたんだけど、まあ、彼がね、もう、まあ、開局だよ、開局だけど全量する全量数が増える、すごい、もう尋常じゃなくて、もう俺なんかそれ正直高1か高2の時結構イライラしてて、なんでこいつこんなうまいんだよみたいなかといってその悲願だところで自分が上手くなれるわけでもないから、上手いなって思う人は上手いね、まあ、自分のペースで楽しみましょう。なんかやりたくないなって思ったらなくていいんですよ、他のゲームやってって思います。なぜ毎日5時投稿するようになったのか、まあ、毎日投稿ではないけど、5時投稿にするようになった理由ですね。もうこれね、もう2年くらいかな、ずっと5時なんだけど、これ理由があって、僕今居酒屋でバイトしてるんですけど、今の前のバイト先、まあ、これも居酒屋なんですけどが、基本的にそのバイトの入り時間が夕方5時だったんですよ。ずっと5時で、忙しい時はまあ4時3時とかあったんだけど、なんか5時からはバイトの時間っていうのがもう結構頭の中であって、なんでなんかそれに投稿時間も合わせたいなみたいな、そこなんか5時っていうのをね、自分の中でなんか勝手に節目だから、でも勝手に5時投稿しようかなみたいな思って、まあそれがずっと続いたって感じですね。ずっと5時ですってこうみんなの頭の中に刻んでいけばね、あ5時なんだ、動画見ようってなってくれる人もいるかもしれないなっていうことで、もうずっと5時、まあ5時じゃなくても時間が固定だったらいいんですよ。それでずっと続けてたんで、だってもうみんなほら5時になったら俺の動画上がるんじゃねって思うじゃん、思うよね。なんでそういうことですね。暇な時やってることは何ですか。おら童貞ですか、処女ですか。まあ私、そうですね、まあ二なりではないんですよね。でまあ一応質問系でちゃんと来てるんでね、まあ答えますけど、童貞ではないですが、処女です。逆立ち何秒できますか。あまりにも部屋が狭いということで、記録なしでお願いします。で一番最後にね、今日の目玉ですね、質問じゃないやつっていうのをね取り上げていこうかなと思います。僕はね質問コーナーをするので、質問してくださいって言ってるのに対して質問じゃないのを送ってくる人がいるので、一言言いたいと思います。それは質問じゃない、それは質問じゃない、君の願望は質問ではない質問じゃないのをぶった切ったところで多分8割ぐらい答えたんじゃないでしょうかね。じゃあ最後にね2つぐらい答えて、終わりにしましょうね。なんもねえよ、殺す。質問なんかねえよ、応援してるぜ。ありがとう。あ、お前が優勝や。じゃんけん始まるぞ。じゃんけんポンポン、今日はじゃんけん勝てたかな。投稿時間は夕方5時、俺の名前は聖人。いつものおかしなエンディング。